はい、おはようございます。またね、この間に来てるんですけど、タプリアイスコーヒーと、今日ね、モーニングじゃなくて違うもの頼んだのでね、モーニングなしです。はい、いただきます。はい、ということで届きました。大豆ハムカツバーガーですね。肉じゃなくて大豆を使ったハンバーガーらしいです。こんな感じ。いただきます。なんか思ったより普通のハムだ。お昼ご飯は、いつものやつですね。ご飯 100g に鶏肉 100g です。いただきます。コーヒータイム。今日はね、キリマンジャロです。はい、昨日と変わってね、今日はすごい晴れて、陽気的にもね、だいぶ暖かくなってる、過ごしやすいんですけど、なんかね、今日めちゃくちゃさ、なんか眠いんですよね。ずっと頭のね、なんか目が開けられないっていうほどではないんですけど、ずっと頭の中ぼーっとしてるかみたいな感じで、そんな感じなんでね、ずっと寝てたんですけど、特にね、今日は休日なんで普通に寝てたんですけど、そろそろね、活動したいなと思ってコーヒーを入れてね、ちょっと気合い入れたいと思います。先日ソニーから、新しいね、一眼レフ、α7IV が発売っていうか発表になってね、いろいろとその発表とか見てたんですけど、α7IV 買うつもりは全くなくて、今使っている α7C っていうのがね、すごいコンパクトで、かなり使いやすいんでね、どこにでも持ち運べるっていう意味で、すごい重宝するんで、特に買うつもりはないんですけど、ただね、α7IV での発表で一番ね、これはすごくいいなと思ったのが、設定、カメラにね、設定のダイヤルっていうのがあるんですよ。いろいろとね、くっついてるんですけど、今ね、露出補正って言って、露出って言ってね、露出の補正で、なんか明るく、もっと明るくしたいとか、暗くしたいとか、なんかそういうようなのをね、決められるダイヤルがあるんですよね。絞りみたいなのがあるんですけど、それが、α7IV だと、今までのソニーのカメラって、そこの露出補正っていうのは露出補正しか使えなかったんですけど、なんかね、α7IV は、露出補正の他に、なんか、設定で他の機能を組み込むことができるみたいなのが書いてあって、はい、コーヒー入れ終わりました。他の機能がね、組み込めるようになってて、で正直ね、僕の使い方だと、その露出補正って一回固定して、基本的に変えてないんですよね。なんで、ダイヤルですぐ動かせる必要がないんですよ。なんで、他のね、機能に、変えたいなって前々から思ってたんですけど、それがね、なんか、4から使えるようになるっていうので、なんか、やっと本に変わってきたなっていう風な感じがしましたね。なんか、新しく、α7IV が出る段階で、ファームウェアとかでね、そういう機能を切り替えられるように、なんないのかなとか、ハードウェア的にね、そこら辺がそういう仕組みになってしまってるんだったらしょうがないんですけど、そこの部分がね、切り替えるようになったら、だいぶ撮影とかね、便利になるなっていう感じなんで、ぜひね、α7C にもファームウェアのアップデート来てほしいですね。はい、いただきます。うん、美味しい。今日ね、ちょっとこの口内がね、
いい加減か治らなすぎて、しかもここね、めちゃくちゃね、変なところにあって、食べるものとか、まあ、食べたりとかすると、すぐ当たって痛いんですよ。なので、ちょっとね、朝の散歩行った時に、薬局によって、口内炎のね、パッチを買ってきました。で、さっきね、昼寝してたら取れちゃって、また後で貼り直さなきゃなんないんですけど、いやー、早く治ってほしいんですよね、本当に。なかなかね、治んなくて。あと今日、これ、柿の種。まあ、減量中なんであんまり良くはないんですけど、一応ね、ここにカロリー、130キロカロリーってメモってあって、まあ、130キロカロリーぐらいのね、おやつだったら、他のね、なんか食べるものとか調節すれば全然問題ないんで、今日一袋だけいただこうと思います。この袋で131キロカロリーなんで、まあそこまででもないですよね。まあ言ってもそんなに、まあでも、131×6 袋入ってるから、っていうことは、丸々食べると、まあ、ざっくりですけど、1000キロカロリーぐらいあるんですよね。なんで、そう考えると結構あるのか。結構食べちゃいますもんね、これって。柿の種美味しいんで。これね、辛さ5倍っていう書いてあるんで。まあでも、柿の種なんで元々そんな辛くないから、5倍にしたら0をね、いくら5をかけたって0でしょ、みたいなね。そういう感じなんで。辛くはないんだろうな。っていう感じ。いただきます。おやつ。さっきね、柿の種食べたんですけど、これ、131キロカロリーの。これ、やっぱり辛くなかったですね。でも美味しかったです。なんか期間限定なんでね、食べたい人は、買ってみてばいいんじゃないですかね。あと、はい。それと、ちょっとね、もうちょい食べたいなと思ったんで、一本満足食べたいと思います。はい、今日の夕飯です。今日の夕飯は、昨日のね、夕飯で食べた鍋の素のね、キムチ鍋の素を使って、一人鍋ですね。まあ、鍋というか、おじやみたいな感じで、ご飯と一緒に入れてあります。で、鶏の胸肉、昨日豚でしたけど、今日鶏の胸肉使ってます。鶏の胸肉の 100g と、あと、キャベツと、あと、ご飯がね、微妙な量だったんで、残ってたのがね、130g を入れてます。じゃ、いただきます。もう一個食べちゃおう。